どうも、シュネコです。シュネコのダリオトーク。パート244。はい。ということでですね、今回のダリオトークの、テーマ的なもんは、12月。もうすぐ、年末。はい。ということでですね、もうすぐ、年末ですね。もうすぐってでも、あと1ヶ月くらいあるんですけど、1ヶ月もないか。あと、20日とかね、25日とかね、それぐらいかなとか思うんですけど、いや、もうね、もう12月ですよ。はいですね。もう12月来たらです。もう12月来たらですね。もうあっという間に、来年の1月ですからね。はい、ということですね。そうなんですよね。早いんですよ。でですね、今回のラジオトークですね、一つだけかな。一つか、二つあったっていうような感じなんですけど、お知らせがあります。はい、っていうのはね。そうなんですよ。はい、ね。お知らせ言ってしまいましょうか。はい。生配信についてのお知らせです。はい。生配信についてのお知らせです。はい。ちょっとね、校内で来ててね、ちょっと喋りにくいな感じなんですけど、噛んでしまったんですよね。痛いなと思うんですけど、生配信です。はい。生配信についてのお知らせを、させていただこうかなと思います。はい。すぐにというわけではないんですが、12月の中旬と下旬の間中旬がね、10日から20日前後と考えて、下旬が20日から31日って考えたら、どうなんだ、22か23か、多分クリスマスはできないと思うので、それぐらいになるかなと思うんですが、生配信ができそうです。はい。生配信ができそうです。っていうことだけ、お伝えさせていただこうかなと思います。はい。確定ではないんですけど、12月の22とか23とかなんでできそうだなってことで、早めにお伝えさせて、お伝えさせていただこうかなと思います。今日ね、よく噛みます。はい。ではですね。確か生配信、9月もできてませんし、10月もできてませんし、で、11月もできませんので、3ヶ月、4ヶ月ぶりぐらいですかね、になるんですけど、できる感じがね、できる感じというか、できそうなね、時間帯が今ね、空きましたので、空きましたというか、冬季休暇ですからね。単に冬休みだけです。はい。そうだね。12月の22か23かにやろうかなと思います。で、何時にやるかなんですけどね、そこまでは詳しく決めてませんので、決まり次第、多分、ハテナブログかな、ハテナブログの方でお伝えさせていただく感じになるかなと思います。多分、配信時間的には、1時間かなと思います。できたら1時間やりたいなと思います。で、生配信するゲームはね、フォートナイトにしようかな。
と思っているんですが、フォールガイズの方もですね、やりたいなと思ってますので、もしかしたら、なんか45分45分とかね、45分45分っていう、そんな感じになるかもしれませんし、まあ2日に分けるのはさすがにどうなんだろうな。ちょっとね、なんか20、23、もし予定入ったらできなくなっちゃうのでね、予定入ることはないと思うんですけどね。ないと思いたいんですけど、まあ45分45分で、まあ45分45分かな。もし、2つね、フォートナイトとホールガイズやるなら、まあ、45になるかなと思います。まあ、多少ね、時間は前後するかもしれませんが、まあ、ね、まあ、やっていけたらいいなと思います。はい。ということで、今回のラジオトーク、まあ、12月のね、まあ、生配信についてのお知らせでした。なので、まあ、実質ね、なんかサブタイトルと、まあ、ほぼほぼあまり関係ないんですけどね。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。